ハピオ、どうもひなピオと、どうもドリエです。前回はメアリーちゃんに殺されました。殺されました。イエイ。ギャリーもイブも殺されました。イエイ。ギャリーさん、ギャリーさん、でここね、せっかくギャリーさんからライター借りたんで、借りたんで、そう借りたんで。いきますか。そう、ドリーちゃんが操作しててゲームオーバーになったんで、うん、ひなぴよが操作してます、はい、叫び疲れました。あ、何やってこれ、入ったの、ここはダメダメよ、お願い早く出てって、早く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 出て行け。お、どうしよう、外す、破る、燃やす、これ誰の絵画なんだ。これはメアリーの絵画です。燃やそうぜ。オッケー。イブ、お願い、やめて。ほら、あ、やだ、あら、あら、あら、で、燃えかすのようなものとパレットナイフが落ちてる。うわあ、うわあ、そういう、ええー、あ、メアリー、なんだろう、なんか説明。みんなはお客様を呼んで一緒に暮らすのが好きだけど、私は自分が出かけていってそのまま外で暮らしたい。でも私が抜けるには外の誰かと入れ替わらなきゃダメみたい。早く誰か来ないかな、早く誰か来ないかな。うわ、ギャリーと入れ替わろうとしたんだ。どっかの景色の写真が載っている。説明開始早々、うん、あ、うわ、バリバリバリ、ごめんメアリー、ごめんね、ごめんねって言いながらぶっ潰してる。パレットナイフ持っていけないんだね。うん、すごいな、うん、すごい世界観、うん、まあこれもこれでセーブしとくか、うんうん、もう一個多分エンディング見れるから12は残しておこう、うんうん、オッケー、6の倍数を残しておく、うん、あ、さっきの選択肢でも変わるの、変わる、あれね、あの、うん、メアリーを燃やすとかじゃなくて、うん、あの普通に放置して戻るとまたエンディングが変わるはず、詳細は全然覚えてないけど、うん、なんかあっさり開けちゃった。そう、私がやってる選択肢ぶっ殺しまくってんな。お、え、どうなる、なんだ、なんだ、おお、あ、受付、あれ黒かったっけ、うん、うん、戻ってきたけど、どういうことだ、でも誰もいないから、うん、まだ戻れてないのかな、うん、いや、ずっとバラが1なのがとても不安なんだが、うん、うん、うんうんうん、のび太くんがいる。結局読めないな、うんうん、席をする男、うん、さあ、うん、上行くか、上か、何があるんだ上は、うん、まあ多分他のとこ見ても仕方ないから、うん、なんか変わってる、変わってる、変わってる、一度入るともう戻れない、ここでの時間も全て失う、それでもあなたは飛び込むの、うん、どういうこと、絵の様子が変わっている、飛び込んでみよう、イエイ、レッツゴー、レッツゴー、新しい世界へ、イブ、あ、ギャリーさん、イブ、生きてた、もう探したのよ、一人で勝手に行っちゃって、うん、後で行くって言ったでしょ、ったく心配したんだから、それはそうと、イブ、出口のようなところ見つけたのよ、うん、こっちじゃなくて向こうなの、一緒に行ってみましょ、さあイブ、こっちにおいで、どっちがいいのこれは、ギャリーさんなんか嘘っぽい気がするけど、でもなんか裏切りたくないなっていう気持ちと葛藤。
葛藤が任せるよ私は葛藤がじゃあついていくイブはやっぱりいい子ねさあじゃあ行きましょう嫌な予感しかしないけどついていくのエンディング一人ぼっちのイブなんで一人ぼっちなのギャリーはもういないんやで、お化けあれ、うん、うわ死んだってこと返したくないからねうわマジか最悪のエンディングじゃん、うん、いやまあねいろんなエンディング見るの大事だから、うん、よしじゃあ行くか、うんうんうん、2パターン目ねうん飛び込んでみよう飛び込んでみようイブイブイブもう探したのよ一人で勝手に行っちゃってもう後で行くって言ったでしょたく心配したんだからもうバレかそらそとイブ出口の屋のところ見つけたのよなよこっちじゃなくて向こうなの一緒に行ってみましょうそうさあイブこっちに置いてやったどうしてよせっかく出られるかもしれないのにこの家から帰れるですってそんな保険じゃねえわそんな保証どこにもないのにほら行きましょうおいであげなんか出口なのかこれが絵がイブおおうんうん戻ったん何をしていたのか思い出せないうん、うん、戻ってるあ安心するこの BGM、うん、うるさかったらごめんしてね猫じゃママ猫の絵がいる分かったから静かにしてさい大きな声出しちゃうダメデジャブだまあ戻ってきましたとさあえ忘れられた肖像眠っている男性が描かれている、ギャリー？ギャリーだね、イブ？あー、ギャリーかと思ったお母さんここにいたのね、もう探したのよ、うん、やっぱり一緒に回りましょうよせっかくみんなで来たんだから、うん、そうだ、見終わったらお父さんに飲み物でも買ってもらおうか、うん、そうしましょう、うん、ちょっとあの絵をちょっとアップでイブ、早くおいで。イエーアップで見せて。どういうこと？ギャリーも絵画だったってこと？絵画になっちゃった。なっちゃったってこと？出られなかったから。あ、そういうことか。エンディング。ちょっとちょっと。忘れられた肖像。イブはハッピーだけど。イブはね、だって何も覚えてないから、うん、クリアデータをセーブしますか。エンディングが記憶されます。じゃあ15人、うんうん、じゃあのメアリーああ戻っちゃった最初になっちゃうんだ、うんうん、なるほど、うん、ということは、メアリーの絵を、うん、あの外すにしたらいいのいやスルーする あそこに行かない あのね外してもね、うん、こう壊してもね、うん、ダメなんだダメなの普通にバッドエンドになる、よしじゃあカットでカットカットお願いしますじゃあメアリーの絵画を外す、うん、やってみましょう行こう見せとこう行こうさあ3度目足跡がうん何しろよし外すぞよっしゃ片手外せないわー破るぞしっかりと額に守ってて破けないわあそういう感じなんだねなるほどこりゃもうダメだ、ね、ということでスルーしてそのまま出口に行きますかなるほどなちょっと花瓶に
刺しとくか。ああよかった。じゃスルーしたバージョンね。スルーしたバージョン。絵画を、うん。メアリー生存ルートみたいな感じかな。そういうことや。うんうん、さあどうなるかな。うん。シュン。もうそのまま絵画のとこ行っちゃうわよ。うんうん、ちょっと口調がギャリーっぽくなってね。行っちゃうわよ。あれ？乗り移ってる。乗り移ってる、ちょっと。私がギャリーだ。うん。ピーン。飛び込む。はい。ほら。えいぎゃ。ほら。え。あ。おお、だけか。そう。で、絵画は、うん、何をしてたのか思い出せないと、うん。絵画はギャリーの漫画あれ、ん、ああ、もう行けなくなってる。ほんとだ。あらー。なんでだ。これはでも吊るされた男なんだ。ほんとだ。どういうことだろう。ギャリーさんはいない。おお。ねえお母さん、今日の晩ご飯何？お母さん、もうメアリーったらもう晩ご飯の話。だってお腹空いたんだもん。イブを乗っ取ってんのか。あ、え、おかえり。え、どういうこと？イブ見つけたよ。え、あら、まあイブどこに行ってたの？お母さん、イブと一緒に回りたかったのに。まあいいじゃないか、イブだって一人で静かに見て回りたかったのかもしれないよ。そうなの？イブ、さあそれじゃあそろそろ帰ろうか。メアリーがお腹空いてるみたいだし。どういうことだ。そうね、お母さんも喉が渇いちゃった。喫茶店にでも寄りましょうか。おい、喫茶店。イブ、喫茶店だって何があるか楽しみだね。じゃあ行きましょう。うん。何？どういうこと？え、よかったわね、ゲルテナ店。ああ、イブとメアリーにもいい勉強になったんじゃないか。ああすごくよかったよね、イブ。もうポケットにライターが入っている。無理。イブ、何それ、ライター？ダメじゃない、そんな危ないもの持ったら。あとで私が捨てといてあげるね。捨てるな、顔が。うわー、そう、もう知ってんだ全てを。ねえイブ、帰ったら何して遊ぼうか。考えるだけで楽しみ。これからずっと一緒にいようね、イブ。兄弟として生きてね。エンディング、いつまでも一緒。こういうエンディングなんですか。なるほどな。で、あとはもうあのギャリーとイブがハッピーエンドのやつだけだね。うわ、一応なんかあった気がするけど、私はやり方がわからない、うん、ちょっと一番に、ということで、ということで今回はちょっと短めだけど、うん、これで終わるか。次2週目で、うん、ちょっとハッピーエンド見ていきましょう。頑張って頑張って、うん、よし、ということでお疲れ様でした。はい、どうもお疲れでした。バイバイ。 バイバイ